日本のことわざでね、うん、そんなにないんですけどね唯一許せないやつがありましてねはい、はいえー、珍しい目に入れても痛くないあー言ってたね前もこれはダメだろ目に入れても痛くないはダメ、うん、言い過ぎ痛いよ <laughs> いやーだってほら最愛の孫とかさ年、はい、取ってからできた最愛の孫とかだったら目に入れ <laughs> 痛いな痛いよ。確実に痛いな。だって眼球がなくなって代わりに孫になってるんでしょお互いにとって不幸じゃんあめちゃくちゃ痛いね。痛いよ。え、ちょっと待って、眼球がなくなってって解釈してんのいや、てか、メリ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 って外に行った結果、左目が孫になってるでしょ。痛いってそれは。ほんで、その左目を取り出してきて、割ってみたら、中に消費者さんてて、キッチュの楽しみ、眼中の楽しみ。眼中の楽しみっていう人生活が生まれるわけです。ないです、ないです。 ことわざシリーズ。はい、えー。第3回目ですかね。はい、うん。は、ね、はい。盛りすぎ。いいですね。すね楽しみ。楽しみだね。ね目に入れても痛くないもんね。相当思ってましたよね。<laughs> そうだね。言われたらそうだわ。せいぜいね、目に近づけても怖くないとかなのね。<laughs> でもそれだとね、弱って思うね。いや、まあそうお。お礼の気持ちその程度ってなるよね。<laughs> 孫サイドからしてもそうね確かにねそりゃ怖くねえだろお前おじいちゃんなんだから痛くないでやろうとしてるから多分戦略的に間違ってるでしょうけどそういうね表現を特にことわざ上げていきたいなと僕もう一個ね日本語でことわざではないんですけどねいやもったねってやつあってそれが「枕浮く」とないよ嘘古文かな枕浮とかで。 要は泣きすぎて洪水みたいになって枕が浮いているってことです <laughs> ああもったねだからめちゃくちゃ悲しくて泣いてるやつを枕浮くって言うんですよはあ、はい、絶対そんなことないからね吸水性すごいよ、うんうん、汗とかをさ <laughs> 寝汗を吸ってっから枕って <laughs> そうだね浮かすってことはそうだね もう染み込むマックスまでいいかなと当然,当然いやていうかそれどころか,布団,か、うん、布団も吸うし畳も吸うし給水性以前にそもそも部屋全体を埋め尽くすだけの量の涙を流さなきゃいけないから、うん、だから例えば水深1ンチだとしても部屋の面積かける1ンチだからああ水の量としては多分500リットルとかいるんじゃない <laughs> すごくない体重全部体液全部出ても全然無理でしょう確かにね脱水とかってレベルじゃないよね、うん、レベルじゃないですよ それなりの広さの寝室1センチ入れようと思ったら数百リットルみたいにいると思いますよ枕浮くを本当に実現するためにはどんな部屋に住んでどんな枕を選ぶべきかってところからまず始めなきゃいけないそう、ね、検証が必要ですね,ねめちゃくちゃ狭い部屋だったら体液全部出せばギリ浮くかもああ<ー>、小林さんがね昔住んでたのが一畳半の部屋です1畳半だったでも一畳半でも結構だ畳、ね、半でも無理だと思うやっぱ分自分の体のサイズとぴったり合った、うん、<laughs> そうだねで かつ水を染み込ませないなんか素材の家なんかフローリングとかで実験とかしないとそこでやればまあなんとかなんとかん、ね、切り浮くか、うんうん、ぐらいのレベルだから、うんうん、んいやちょっと待て待て寝てる時にさ涙をあ流してもさ、うん、あの沈まないよう海,海みたいなところでさベッドに寝てるじゃん<ー>でそ,そしたらさ思ってボコボコ,ボコ沈むから。 枕の上に頭を置いてるから絶対浮かないじゃあこれ例えば失敗してんじゃん本当だ最悪じゃん全てが失敗してもねす全て失敗してる枕浮くひどいなこれっていうそう言葉があるんですけど世界を見れば枕浮くにも負けないもうとっておきの持ったやつらなるほど本日たくさん集まってまいりますので楽しみですねはいでは最初はい 風が強いことの例え、うん、デンマーク語のことわざです、うん、ペリカンを半分に吹き飛ばしている <laughs> いやいやペリカンを吹き飛ばしているだよねいやペリカンを半分に吹き飛ばしている <laughs> いやいや,いやペリカンを吹き飛ばしているだけでもういいじゃん風の強さの表現するなら <laughs> はい、はい、半分に吹き飛ばしてるの、はい、半分には吹き飛ばないじゃんだってペリカンはだから僕の予想ですよ、うん、風が強すぎて、うん まずペリカンが半分に裂けますそしてうち右半分のみは地面に残り左半分が空中に飛散している状態とか,かいやそうはならんやろだって風は右半身も左半身も平等に受けるんだからうん、うん ちゃんと全身飛ばされていくはずでしょペリカンはでもこのほらじん帯じん帯っていうか体にさあはい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 くちばしとかもねほらあんな感じになってるからパってってちょうど切れるところがあるのかもしれない切り取り線みたいなのついてて風にあおられるとそこからビリリって下げちゃうとかそうマジックカットみたいにどこからでも結構切れやすいみたいになってるかもしれないですからねかもしんないっすね文句はデンマークの方に言っていただきたいっすねあとあれかもしれないですねかまいたちっていう現象があってさあはいはい 空気がすさまじい速さで動くと人間の皮膚が切れるみたいな話があると思うんですけど、はい、あれかもしれないですねあ<ー>局所的に風がものすごい動いたせいではい、はい、シュパーってまず切れてかまいたちがまず走ってかま、はいたちの,の,の結果でペリカンの体を半分に避けて,てそれかもねそうです、ね、入りで半分に避けた時はあれですね 脳頭から白きうどん玉のごとき大脳がこぼれ出たっていうナレーションが多分死狂いのあのコガ先生が二つに避けたときに流れたことでおなじみのナレーションがペリカに対して多分流れてますね実は何こいつ気もないとよりもよっぽど行ってみたかった言葉第一<う>白,白きうどん玉のごとき大脳がこぼれ出た <laughs> あれが、ねね、多分発生してますねそう見たいな <laughs> 大丈夫かなこのラジオハイコンテキストさが極まってきてるんだけど、どん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  <laughs> ちょっとね、そういう内訳みたいなよくないんで、ね、相当厳しいですね、これは。よ、はい、くない、よくないですね。ちょっと正していきましょう。ちょっとあの真面目な話すると、はい、多分ペリカンが風が飛ばされすぎて、いつもより数が半分になってるってことですね。ああ、ちょっと見てみましょうか、現状さすがにそうでしょう。じゃあちょっとあのー。 またね、現状、誰も知らない世界のことわざ、もう毎回ね、はい、なんかおかしいなと思ったらだきましょう。じゃあ、堀本さんに見ていただきましょう、そのページを。こちらにね、数が半分になったら、はい、書いてあると思うんでね。すげえ、イラストがペリカンマップつになってますね。あ、えー、そっちなの数が半分になる方じゃないのマジなんて<ジ>書いてあります もしペリカンを吹き飛ばして半分にするとしたらとんでもない風ですって書いてあるんです <laughs> だからそのテンションで説明しないでくれよ <laughs> そうでしょうよそりゃそうでしょうよあすごいよデンマークは国土が海に囲まれていて、うん、海から強く吹いてくる強烈な西風が、うん、時にデンマークの一国が必要とする電力量の140%発電するほど風力発電のターピンを増す力があります、えー、風強いんだ ですから、このことわざには十分納得がいきますって書いてありました。い <laughs> く。納得。いく。いや、それは納得でいきますよ。<laughs> そりゃ。納得いくね。だって140、百四十パーセントの電力もわからんほどの強風ですから。ね、当然、カマイたちも発生するでしょうし、<laughs> 当然、ペリカンは、は、真っ二つになると思います。<laughs> 続きましては。はい、岡山県のことわざ。です。 岡山県のローカルことわざがあるんだはいみたいですね、えー、気醤油を飯にかけて食べるとサナダムシが湧くええー、こわこわ何それ呪いみたいなこわこれですね実際にサナダムシが湧くわけではなく、うん、要はこの醤油を飯にかけて食べると、うん、一応の満腹感が得られるにもかかわらず、うん、栄養が不足するためそうだね。このような食べ方を戒めたものと見られているはなるほど 盛りすぎじゃないがん。いましめるにしてもね、まうん、めちゃ怖いなっていう。そうだね。あでもそ,そのシリーズは僕割と納得いくかも。あ本当ですかなんかいしめ系はさ、全部そうじゃん。嘘つくとエンマ様に舌を抜かれるとか。ああ、そっかそっか。食後すぐ横になると牛になるはい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 。それに比べると、まあ、さなだ虫が湧くは全然許せるかなそっか。リリか確かにまあ、そっか。いましめはちょっと、度外しなきゃいけないかも、ね、そうです、ね。いましめ系は、あ そんだけ怖いこと起こるんだなって思わせたいんだなっていうことでんか盛る気持ちがめっちゃわかるんですよそっかそっかんかすごいね真田虫が湧くはいいなって思いましたいやよかないけどよかないけど確かにねあとそれあれだわ足しとくと金がない時にスパスタを食べ始める人種あいますねたまに会いますよね僕の友達にもね2人3人がいるんですけど学生時代金なさすぎてずっとスパスタを食うやつただね 解決病になるんですよビタミン C が足りなくてあと活気になるビタミン B かな活気はわ、はい、かんないけどなんかビタミンが要は欠乏して病気になるだか元気出ないみたいなこと言い出すんですよそれやってるやつ <laughs> かやめとけと、うん、ビタミンいるからの金ないならなんかあの安い野菜とかスーパーの半額の果物とか、うん、そういうの買わないとやばいよとそれ いまだに解決病になってたらやばいからとそれ明治維新初期の日本海軍が悩まされたやつだから <laughs> 令和でなるやつちゃうからと僕は声を大にして言ってたので大貝が揉めたやつです、ね、そうそうそう、はい、森外は大丈夫だビタミンのせいじゃないと言って、うん、海軍の方は麦飯食べさせとこう、はい、海軍は治ったんだけど陸軍は悪化したっていうあの森外ポンコツエピソードとして有名です、ねはい まあだから僕はそれの時代と同じ失敗してる友人はかわいそすぎて見たくないのでいや,やめとけってよく言ってたんですけど、うん、それにそいつに捧げたいわけじゃないですかそれってそうですねそうです「さ湧<お>くぞと」とねご飯に生醤油うかけるとサナダム虫焼くぞそれだから足しといてくださいぜひスパスタを食べるとサナダム虫が湧くあ<ー>あもう足しといてほしいですやっぱ栄養学の勉強って大事ですね <laughs> 本当ねそう思うとね大体 <laughs> 分かれよって気するけどスパスタだけ食ってたら病気になるだろそれあって」 <laughs> 僕ちなみにリモートワーク中にですね、うん、あの自分の本業の企画のせいでですね大量に激辛カップ麺を買い込んだ時期がありましてそれそのまあね捨てるわけにもいかないので、うん、美味しくいただこうと思って。いい ロックダウンロックダウンじゃない緊急事態宣言か出てる時期とか毎日昼そのカップ麺を食べ続けたら体調悪くなりましたあ激辛のせいかなそれは栄養の偏りのせいかなどっちかな麺しか食ってないからねあまあそうかそれずっと夜もそれしか食ってないあ夜はラーメンか豚丼じゃあじゃあ栄養のせいそれは完全にビタミン的なものが足りてなさそう野菜全く取らなくてねそうそこであ野菜取らなきゃいけないんだってことに気づきました それあの小学校の家庭科とかで習うやつだよね。<laughs> <laughs> っていうか何だったら未就学時の頃にお母さんに言われるやつねちゃんと野菜も食べなきゃダメだよって、うん、4歳ぐらいの時に習うやつじゃないそれあれ大人はさっぱりしたもんが好きなのかなみたいな <laughs> あ好みだと思ってた、はい、野菜が好きなんだなこいつはって思ってたわけです、ね、回るからさ学生のね頃ってその、うん、ちょっとさエドバランスかたっても給食もあるしさはい、はい、運動とかしてね,そうねそう社会人になってからねダメでしたわ、うん、やっぱりあれですね未就学時の頃に親から教わったことは大事にした方がいいですね本当ですね大事これライフワークです いよいよお待たせしました中国行きましょうよいいじゃないじゃあベタなやついきましょうかこの番組でも多分喋ったことあるやつで言うと珍魚落眼平月秋花とかこの辺りあるかねはいはいはい平月秋花ってなだっけ珍魚落眼があれだよね美人そうですね平月秋花も美人の例えですかねえ平月秋花面白まないえっと月が閉じ花が恥じらうかな知ってるわはいはい言ってたねだから美人すぎて 月ももういても立ってもいられなくなるというか、うん、恥ずかしいわってなっちゃう。花もそう恥ずかしいわって,って閉じちゃうみたいな。なるほど。で、珍魚、落眼の場合は、美人すぎて、それを見た魚が沈んでしまって、うん、えとんですね、鳥,<針>鳥ですね。はい、鳥が落ちてきてしまう。くると。そう、ビジンってバシャーって落ちちゃうみたいな、すげえ例えですよね。だから、あれですね、広瀬すずさんとか、多分歩いてたら、鳥とかめっちゃ落ちてくる。<laughs> そういうことだよね。ねガシャーンそういうことなんですよね。 あとだから池の鯉飼ってる人とかは呼んじゃいけないですよねそういう美人をそうですね沈んじゃうから沈んじゃうからね,からね全部沈んじゃうからねでも浮くよね死んだら、ね、<laughs> 沈むのはなんでだからもうあれでしょうね全身の筋肉を硬直させ密度を上げてるんでしょうね <laughs> なるほど池の鯉はこの時全身の筋肉を硬直させ密度を上げることにより池の底に沈んでいったのだ <laughs> なんでシグレみたいな内緒になるのよ <laughs> <laughs> だからもう今日しぐるいのことが頭から離れないちなみにですが、うん、僕あの過去に、えー、っと,とあるめちゃくちゃ胸でかいセクシー女優の方のインタビューを読んだんですけどその方がインタビューで言ってたのが、うん、あの私が外を歩いてるとよくあの車が事故を起こします。<laughs> <laughs> おすすげ理由はわかかかりまね見ちゃうらってことですねでかすぎて男性の運転手がそれを見ちゃって結果的に事故が起こるって言っててすげこれちょっと珍魚落眼だなってちょっと近いねそんなふうに思いましたねほんとだすげえんか作りたいっすね自動車大破みたいなただのカーアクションや中国やっぱ止まんないっすねこっからもいきますとね垂前三尺 全然違う水前ありますねファン水前のあれに三尺長さですねはいなのでその欲しすぎてあるものがよだれを垂らす長さが三尺になったっていうことです出た長さオーバー系じゃんその系統あるよねどっ発天をつくとかねなんぼなんでもみたいなねどんなにブチ切れたら天をつくことあるんだってはですね 9 0ンチぐらいですねおおえだから1ー弱のよだれ垂らすってことでしょそうですね変な人やもうそれはその水前とか言われてもさだしあれだよねよだれの粘度がすごい確かに普通のよだれは絶対無理じゃん1 0ンチとかに切れちゃうじゃんはいそうだねそうだねそうだねめちゃめちゃんていうのあのマタドガスみたいなさはいはいはいベトベトベトンベトベトンのねドラーっとした よだれを出してる。っていうことですよね。うん、こうなんかさ、話してて思ったけどさ、うん、その、この盛りすぎたことわざを。実現、実際してみたいよね。うん、してみ、ね、なんかそういうイベントやってみたい。やってみたい。だから、えっ、ー、と、人は、どういう飯を食って、どういう生活をすると、水涎、三尺。うん 成功できるのかとかえペリカンを半分に吹き飛ばすためにはどれぐらいの風が必要かとかねそれいいですねやっぱそういうイベントやりたいやりたいですね2階から目薬さしたいですねああ2階から目薬2階から目薬まあもうそんなかわいいもんだよねまあそうね余裕だよねやっぱ一番ハードル高いのはドハツ点を作る人はどんだけ怒れば髪が点をつくのか確かにね続いては 宅を移して、うん、その妻を忘る、うん。宅ってなんですか？家です。自宅の宅。はいはい。だから引っ越したんだけど、うん、おっちょこそちょいすぎて現地に妻を忘れてったっていう。わあ <laughs> <laughs>、そんな状況はないですね。ないです。確実にない,、ね、ない。確実にないのよ。<laughs> すごいね。意味、とても大切なものを忘れてしまうことの例え。え盛りすぎ。うーん もうねあれでいいじゃん結婚祝いに買ったワイングラス忘れてくるでいいじゃんそうねだからさエピソードトークとかでさ「いや俺この前さんか本当大事なこと忘れるのよくないなって思った話があってさ何忘れたか友達がね引っ越したらしいのよでも引っ越して家とか家具とか移したのに奥さん忘れてったんだってそんなわけないよね ごめんちょっと思った <laughs> ってなるよね。なるね怒られる。これ叱られるやつ。<laughs> そんなわけないよねって言われて。怒、うん、りすぎるとさ、普通はさ、引いちゃうからさ。手加減してほしいんですよね,ね。そうだね中国のはね、ちょっと本気出してきますねかか、うん。そして最後。はい白発三錠ああ、出た。僕が言ってたやつだ。白髪三千丈。めっちゃ長い白らのことだよね。はい。意味知ってますか え白髪がめっちゃ長いって意味じゃないの、うん、どうしてそんな白髪がめちゃくちゃ長くなったんですかあじゃあ分かんない。推測だけど、年めっちゃ取ってるってことじゃないああ、違いますね。あ、違うか。これ、理白の表現らしいんですが、うん、詩人ですね。はい。心配や悲しみが非常に深いことの例え。ああ、なるほど。なんですよ。だから、まあ。 明日の女王みたいなことでストレスがかかると白髪になるよねっていうロジックで心配事多すぎて白髪めっちゃ長い白髪が9キロの長さになるといやそのさ髪の量は一緒じゃん心配事が多かろうと、はい、白髪になるかならないかは心配事でまあ100分ずって決まるとして、うん 髪は伸びないじゃん。別にまだ怒髪天をつくと同じセオリーですよね。はあ、深い大きな感情。なるほど。揺さぶられると髪がめっちゃ伸びるらしいです。<laughs> 中国はなるほど。ああ、そういうロジックかそうですね。だからなんかあの今度ね。フランチャイズゆる学とハウス始まりますよね。うんうん いやー当日来ましたわって僕来て、うん、白髪が9キロの長さの状態で来るみたいなね <laughs> ちょっと大丈夫かなみたいなそういう話ですよ心配しすぎてねピンと来ますか皆さんこれあピンとこないね、うん、そんな状況はないし嘘つきやんただのっていうね <laughs> でもすごい面白いよねそれあのさなんか例えば「ほ、うん、本当今日のデートすっごい楽しみにしてたんだ」って、うん、言ってる人がさ髪伸びてなかったらさ、うん、あっ そんなに楽しみにしてないなとかさ <laughs> ショートにしてきたりしたらねそうそう,そう,そう確かに髪伸びてないなみたいな、うん、逆にお前ふざけんなよ絶対に俺はお前を許さないからなお前のこと信じてたんだぞって言いながらメリメリって髪伸びてたら <laughs> ああ確かに、ね、この世界めっちゃ便利だなって思いました確かに怒ってる人に 髪が突然伸び始めたらこれ「土髪線を作らないか」って突っ込めるのかドッキリしたいですね <laughs> 水曜日のダウンタウンでありそうなやつ、ね、ああの小峠さんの顔がどんどん後ろに流れましたったやつとかねだ <laughs>、ね、<れ>んだん長くなって小峠さんの頭ドッキリありましたけどあ,ました、ね、ああいうやつああいうやつ <laughs> このね白髪三千錠は、うん、実は今のこの解説っていうのは、うん、この白髪三千錠の面白さの半分でしかないですよ、うん、まだ続きあるんだはい 白発三千もう一個意味があるんですよ、うん、その意味が極端な誇張表現の例えおめっちゃおしゃれなんですよ自己,表自己言及じゃないですかはい現代では特に中国人の大げさな表現の際に暗に批判するときに用いられるらしいんですよあそうかだから俺真っ先に出てきた例え白髪三千条だったんだそうなるほどだからね いじられてるんですよ白髪三千錠はもはややりすぎてやべじゃあクリして言っちゃった俺いやいやいやまあでも知らなかったでしょまあ全然知らなかったけどそでものだから中国の方がコ事を作るときにねよし面白く伝えるためにちょっと数字の桁上げとくかってやったのをもうみんなミス化してちょっといじってきてるっていうねなるほどねそう。それ白髪三千錠パターンじゃないのみたいなそうそうそう 前にあのゆるコンピューター科学ラジオで僕が「プリン」っていう例えを出して失敗した結果水野さんにずっと「プリンの例えですか?」とか「それってつまりプリンってことですか?」ってめっちゃいじられましたけどあれと同じそうですはいなのでこれからですね話を盛る癖がある友達が話をまた盛り始めたらね「うん、白髪三千錠だね」と <laughs> いいですねあーおしゃれそれいいわ使っていこう今度いや俺この前さ、うん、あのちょっとパチンコ行ったのよ、うん、めちゃ損して、うん 100万持ってかれたわーおお博多三千場入りました <laughs> 入りました博物三千場 <laughs> いっちゃがり <laughs> ではあとはなんかちょっと量はそんなに多くないんですけどはい、はい、若干集まった小シリーズ1つ目 1>、うん、当たり前すぎて何が言いたいのあ面白いっていうやつい,い,かも俺いきますね 1>,、うん、1つ目 狼とトナカイは同じ群れにはいない。<laughs> でしょうね。ううねあと狼は群れない。<laughs> あれそうなんだっけ。狼って実は群れるんじゃなかったっけあ。実は群れんの。うん、あ、そうなんだ。やべえ、やっちゃったそう。多分実は群れる。一匹狼っていう言葉のイメージのせいで引っ張られてるけど、実は群れるっていう話だったはず。あ、そうなんだ。じゃあ、俺今。 やってしまったね。ググってみよう。狼は群れを作るが、個体数が少ないらしいです。はあ、なんから大きな群れを作らないってことです、ね。三、うん、頭から十頭ぐらいの間らしい、はあ。なるほど。トナカイとは群れますか。トナカイとは群れないでしょうね。<laughs> 書いてないけど <laughs>。書いてないけど、まず群れないでしょうね。そうでしょうね。それそうだよな。はい、あの、これはシベリアのヤクウト族のことわざで。うん、えー、同じような性性格のものがは集まる。自然と集まる。うん まあつまり、ルイは友よっていうね、やつですね。はあ。なんか言いたいことはわかるんですけどね、字面が当たり前すぎてね。そう,すそうだね。ピンとこないし、なんか似たのあったよね。なんだっけオオカミと、なんか僕がビースターズの話したやつ。オオカミと。<狼>えーとですね。<だ>狼に告白する羊は愚か者,です、ね、愚か者だ。愚かだ。はい、なんかやっぱそういう草食動物が肉食動物に近づいちゃダメだよ的な、<ー>的なことわざ結構あるかもしれないそうですね。それ世界で割と見られるパターンだと思いますね。うすねうん、続きまして、はい、指輪。 どれも同じではない <laughs> 知ってます。<laughs> 知ってます。基地の情報です。<え>ご存知でした <laughs> 知すか <laughs> 指はだって全部違うもんね。あらやら、ご存知ですか <laughs> <嘘>うん。形とか長さとか違うもんね、全部。あ知ってた。そっか。知ってた。人はそれぞれ違うということを指すようです。<laughs> うん、住人と色みたいなことだよね人を例えようと思って指で例え,てます例えたんですね、うん、人はどれも同じでないともうほぼ一緒ですよね <laughs> やってることはそうだなんで一回例えかませたのかよく分かんないですよね。うん、他にもね人に関するこんな、はい、えと当たり前すぎて何が言いたいのことわざありますね、はい、人は目的にあらず 墨石ってこといや木石はね木とか石ですねつまり人は木や石ではないということですはあ知ってましたえ知ってましたご存知ですか知ってましたよあ木や石じゃないですもんね人はねそうですかうん僕友達にいないですもん木や石知ってましたよ知ってたんですか僕石にあらずだなって思って暮らしてましたずっとまずまずの人生物心ついて以来ずっとそう思ってましたああは味は人はは感情を持つか弱い存在だということずは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  なるほど、あ、内容はいいですよね。いいこと言ってますね。うん、はい。ただ、それをかっこよく言うと、人は僕席にあらすになります。ハマってないな。はまってないな。<laughs> なんか、人には感情が、そのまま言った方がいいんじゃない。やっぱ人は感情があるか弱い存在だから。いいあの、雑に扱っちゃいけないですよっていう話ですよね。ああ、確かに、木や石ではないですもんね、<laughs> どうしても、それを放り込んできたいんだよな、なんか。なんか納得いかんな。<laughs> そして最後、セルビア語で、うん、私はバカではないんですよ。はい、俺はバカじゃないんだぞっていうことを指す表現ですね。うん、私は梨の木から落ちたのではない。<laughs> い知ってますし、うん、知ってますし、よくわからない。わか,からないです。<laughs> チャレンジですかま梨どちらかというと賢い寄りの果物の気するなりんご知恵の実と似てるし梨どちらかというと賢いよりい木登りとかしてて落下したとかそういうことじゃないのああそういうことか、はい、だから会話してるじゃん「<ー>お前何言ってんの?」みたいなことを言,<ー>言われた時に「いや俺梨の木から落ちたわけじゃないんだけど」<laughs> でしょうねってなるでしょうねってなるし <laughs> <laughs> でしょうねってなるしそっか俺さっきのさあの 立花なんだっけえきっちゅうの楽しみあれのもう印象が強すぎてもう実が出てくるたびにとりあえず木の実なってて、はい、それを割るみたいな絵をイメージしてしまった<ー>今の梨から落ちたのではないもう梨に人が入ってて <laughs> そっから出てきたんじゃないよっていう話をしてるんだとばかり思ってしまってししてまった変なことわざにかてきをしてしまった確かにね <laughs> やばいに 普通の大抵のことだったら驚かなくなりましたもんね、うねそうそうあ。じゃあ、キッチンの楽しみはですね、あの、立花の実終わったら、中で二人の老人が囲碁打ってたことからできた言葉、ね、できた言葉のやつを、はい、学習してしまった結果、てっきり今の梨のやつもそうだと思ってしまったんですけど、はい、そうか、よく考えたらそうだよな、しはって人出てこないもんね。出てこないですよ。その変な世界 <laughs> <laughs> 考えないやめてください。うわ皆さんも気をつけてください、ね。<laughs> ない人は梨から出てきません。<laughs> 出てくるとしたら、 そうですね一応ねこれ英語だと「I wasn't born yesterday」っていうらしくてつまり「俺昨日生まれたんじゃねえんだよ」っていうらしくてバカじゃないよそうこれはなんか分かるし当たり前のこと言ってんだけどなんか分かりますけねただそれを梨の木から落ちたんではないよって言われると急にどういう状況なのかな知ってるよってなりますっっていうのがちょと プチシリーズね「当たり前すぎて何が言いたいの?」でしこれ楽しいっす、ね、あ楽しいっすかこれ楽しい絶対見どころ満載ですもんね、うん、じゃあこれはちょっとまた収集します、ね、いいぜひぜひ今回は盛りすぎなやつらと、はいうん、当たり前すぎて何が言いたいのかよくわからないやついいですね、はい、この2個を取り上げました、うんうん、次回ラストですねは,い、はおしゃれだなーっていうやつ とえー、とあとは、まあ、ことわざのことわざ。うん っていう言、まあ、わざに関して何か言ってる言わざを取り上げて、まあ、今回の勉強をして、えー、と思ったまとめをしゃべって終わりたいなとい、うん。なるほどなるほど。ことわざのことわざ収集してくる感じやっぱ水野さんだなっていう感じがしますよね。なんで <laughs> メタなやつやりたがるというか自己言及的なのいいでしょうって思ってる感じがありますね。これはですね、ことわざのことわざをまとめてくれてるコラムがあったので、そこから持ってきたっていう、ね。なるほどなるほど。あの 各シリーズ全部、えー、参考文献欄に、参考文献をまとめていますので。うん、まあ、今回ね、あの、動画の中ではずっと、誰も知らない世界のことわざ、ばかり言及されてましたけど。うん、あの、実はね、こっちも面白いんですよね。多分一生使わない、異国のことわざ百十一。ああ、面白そう。 これ日本人が書いてるんですよ誰も知らない世界のことわざはエラン・フランセイズさんあの、うん、外国の方なんですけどはい、はい、これは日本ことわざ文化学会の副学長が書いている副会長が書いている。 本でえー、とこの時田先生はことわざの辞典とかもやられてる方なのでめちゃめちゃね面白い詳しいしいい、ね、面白いしそしてコラムが結構充実してるんで<ー>あの本読んでなんかいい本他にないかなってなったらまずここに行くのがおすすめですね、うん、この時田さんの「異国のことわざ111」でもあれなんですね書いてるの副会長の方で会長じゃないんですね。 知識量でですすけけどどねねめちゃくちゃゃく詳しいじゃあおそらく会長はあんまりその実務にバリバリやるぞみたいな感じじゃなくてこの人が書いていて会長はエビサンドに乗っているんでしょうね <laughs> 多分乗って滑って,る、ね、っていくのかもしれないですね <laughs> そういうことだと思いますねはいまあそんなね次回ことわざ会フィナーレということでめちゃくちゃ面白くなりそうですねうん、うん、メタ的なやつもあるということで,そうですねはい のでね、おそらく次回の再生回数は10億回は硬いなと。はい、白発サンデ出た。<laughs> はい、ちょがりー。はい、ポーン。そんな感じで、えー、やっていきますので、皆さんもよろしくお願いします。また。<え> <laughs> たよろしくお願いします。<laughs> <laughs> ちょっと今恥ずかしくて白髪三千畳の下り上手にできたなと思って思ってた自分が恥ずかしくてこれいい掛いいいいけ合いだったなって思った結果喋りがおろそかになってしまって良くなかった <laughs> <laughs> はいししっかりしてください <laughs> そんな感じでね、白髪三千錠な振りもいっぱい出てくる、このラジオ。引き続き面白かった方は、チャンネル登録、高評価、感想のコメントも、一人当たり二千件は必ずだから三。三千錠。三千錠。よろしくお願いします。はい三、三千錠。では、次回の動画は、また二秒後にアップされると思います。<laughs> 三千錠。三千錠、三千錠。<laughs> 皆さん、ぜひ見てください。はい、今回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。このラジオは。一回の言語オタクが。 ゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません内容には諸説ありますご了承の上お聞きください